ていうのはね、やっぱり。そう。もちろんリスクもね、あるけど。そうですね。ストーカーとか現れたりね、うん、変なこと言われたり。するかもしれないですよね。あ、でもすごいですよね、うん、なんか。仲間が、でも、アキちゃんは熱い仲間がたくさんいそうなんで。アキ、仮面どうする？すごいと思いますよ。アキラ 100% やってくれるって、アキちゃんが。それ俺も見たいな。すごいですね。アキちゃんちょっと見たいな、そのアキラ 100% を。みんな期待しちゃいますね。その時だけめちゃ、その時の回だけめちゃめちゃぶりっ子でやってほしい。もうとんでもないぐらい。内股で歩いてきてびっくりするぐらいの、みんな、アキママ、見たいみたいな。見たこともないようなぶりっ子。それで一発で、なんだこの人って、インパクトが重要だから、普通にやると多分伸びないんじゃないかな。やっぱりなんだこりゃみたいなので、一発100万再生で、バズらせるみたいな。ね、難しいですね、うん。やっぱエンタメって、難しいですね。難しいから、それはプライドと恥も捨てなきゃいけないから。本当、芸人ですよね。芸人さんみたいな。でも、うん、秋ママはこうやってやるって言ってるから、多分やるんじゃないですか、本当に。あ、そうかもしれないですね。秋ちゃんクラスになると。でこれもやってほしいです、エンディングで。みんな、チャンネル登録10万人になったら、水着になるからね、みたいな。そのアキラのエンディングでご褒美用意しておいて。なるほど。自分がわからないですよね。いや、僕はだから今のままよりもなんかチャレンジした方が、だから完全に今のチャンネルをアキママの、その自分のアキちゃんを売るチャンネルにしちゃって、猫の FIP のはもう一個別で作っといて、そこはもうガチ、クソ真面目に、あの真面目な顔でふざけない、一切で、これこうなんです、が言ってくれたんですよ。高橋さん、とある女性がね、僕のその下ネタとかで傷ついてる、はい、は思いますよね、うん、そうですね。でもなんか結構私がもう出ちゃってるんで、うん、でなんか割とあの視聴者さんが女性が多くって、へえ、うん、すいません、あ、ええ、あ、だから女性が多いところにブリッコしてもどうなんだっていう。いや、チャットに入らせていただいてて、あのアドバイスくださってたので、なんかめちゃくちゃ笑ってたんですよ、ゲラゲラ。はいはい、ギョスさんが言ってることとか。あ、はい、すいません。いや、すいません。でもちょっとそのテンションで入ってきちゃったんで。ああ、いいですよ、どんどんズバズバ言ってもらって。でもなんか、あれ、した方がいいのかな、アキコリンやった方がいいの、え、あの、できるんですかね、アキコリンさんは。もう一回だけ、ギョッサン見本お願いします。え、あ、やりましょうか。みんな、私の名前はアキちゃんだよ。みんなのこと大好きだからね。おやすみ。うまいっすね、高橋さん。じゃごめん、今の女の子のぶりっ子のやり方がわからない。私も正解が全然わかんないんですけど。いや、あきまま、あきら 100% やるんですか、YouTube で。ぜひ見たいっす、それは。あ、じゃあやりましょうか、今。やってく、今やっちゃうの、それ、うちのチャンネルでアップしていいですか、じゃあ。あ、全然いいです。じゃあ、脱いじゃ、危ない。アキちゃん、アキちゃん、バンされちゃう、バン。いや、やってやって。すげえ。早く。あ、やって。でもこれやったらバンになっちゃうから。いやいや、それ丸出しになったらダメよ。大丈夫です。失敗しないで、そこはいいよ。アキちゃん信用してる。今見てる75名様がチャンネル登録してくださるんだったらやりますよ。あ、じゃあそうしましょう。あ、皆さん、早急に。ちょ、アキちゃんのこうリンク、俺が貼ればいい。いや、リンク貼らなくて大丈夫です。ね、貼らないと。いや、みんなわがままだから検索がめんどいとか言うんですよ。ああ。すげえですね。あきちゃん、これは動画行きかな？ちょっと待ってよ。このくらい下がれば見えるか。ちょっと待ってね、これ。ちょっと待ってね、まだやらないんでね。まあ、ストリームヤードじゃなくて。ちょっと、あき
が 100% のやり方を思い出します。はい、ちょっといいですよ。皆さん、ここにあきちゃんテレビ登録、チャンネル登録今すぐしてくださいね。その代わり、あきママがなんとあきら 100%。 ちょっと待ってよ、あきちゃん。あれ違う、これがいいかな、これで見えるかな。 OK。 はい、 OK ですよ、準備は。いや、でもしてくれますかね。いや、ちょっとじらしましょう、視聴者を、はい、じらしましょう。あきちゃん、あきちゃん、これ動画にしていいですか、うちで。あきら、やっぱ高橋さん、動画まずいの。あきちゃんだけの画面にした方がいいんじゃないですか。あきちゃんだけ、どうやってやるの。あれはちょっとわかんないですけど。え、あきら 100% わかりません。わかります、わかります。え、まずこういう体勢から入りますよね。これ、え？え？あ、今の終わったんです？いや、ちょっと終わってないです、終わってないです。ああ、びっくりした。もうちょっとじらしましょう、視聴者を。はい。ちょ、5分後に、じゃあ、あきら 100% やっていただけるってことで。5分後ってちょっと早すぎません？ああ、早いか。もっとじらす。じらす。もう、だってさっきのあれもやってないです。やらせてください。なんだっけ？あ、あきこりんですか？あきこりん。皆さん、あきこりんです。え、違う、ふきおさん、ちょっと待って、置いていかない。高橋さんのは、もっとねっとりしてましたね。皆さん、あきこりんだよ。なんかこれ、にゃんぴよちゃんのくだりでありませんでしたっけ、こういう。かわいいですよ、あきママ。え、本当ですか？可愛かった、今の。よし、よかったですね、吉田さん。素晴らしいですね。もう一回やってもらっていいですか。みなさん、こんにちは。あきこりんだよ。あ、こっちの方が可愛いな。吉田さん、どう？いいんじゃないですか。こっちの方が好きだな。うん、だから、常にやって。今日も場内指名してくれる？あ、いいね、いいね。あ、こっちの方が人気出るよ、男は。ちょっと。うん、あきちゃんさん、ちょっとお願いしてもいいですか。はい。そのカメラ目線でやってあげてもらってもいいですか。まあ、カメラ。カメラ。私、今カメラ見れてます？はい、見れてます。あ、みんな、こんばんは。あきこりんだよ。39歳だよ。いや、年齢はもう秘密にしよう、秋ママ今後。うん、年齢を秘密にしよう、夢与えた男に。見た目的に何歳ぐらいに見えますか？何歳までだといけると思います？年齢は非公開でいいんじゃないかな。うん、でも、あきちゃん、すごい若く見えますけどね。うん。あきちゃん、もともと綺麗なんだよね。だから、もっとぶりっこした方がいい、幼く見られる方じゃないですか。多分前髪なんか髪型でもうちょっと若作りはできるかもしれないです。うん。あ、氷室さんが26歳って言ってますね。あ、26ぐらいだったらなんとか服装とかでもできるかも。うん、若く見える本当に。吉田健康さんは何歳なんですか？おじさんです。私、おじさん好き。うまいっすね。これ、スーパーチャットしちゃうかもしれないですね。この勢いでやってると、みんな。はははは、すっかね。あ、じゃあ、今、ちょっと発表します。チャンネル登録者様が、なんとですね、はい、の漁師さんのおかげで、ご声もあって、はいはい。一人増えました。一人？ちょっと今すぐチャンネル登録してみんな。今から脱ぐから、あきちゃんが。あきちゃんが。みんな登録してる可能性もありますけどね。いやいやいや、60人。してないのかな？ちょっと減ったか。いやいや、してない人いるはず、絶対。してないか。絶対いる。ないのです。もうこれ、もう、あきらは封印したいと思います。ええー。
だって無理ですもん、だって。え、お盆でやってたってこと、あきちゃん、あきら 100% 全部抜いて。いや、何でやってたんだっけな、何使ってたんだっけな、なんかインスタライブで毎晩のようにやってて、うん、なんかすごいドン引きされてたからやめたんですけど。いや、聞かないですよ。全然おもろいじゃないですか、そんな頑張ってるんだなって。いや、面白がってた方もいたんですけど。あきちゃん、でも服脱いだら後ろの鏡で映っちゃうよ、ケツが。そのあきら100%やったら、ま、うん、あの窓ですか、窓が反射してる。あの、いつか必ずできるように頑張ります。ああ、みんなの、みんながチャンネル登録しないからしてくれなくなっちゃったじゃん。でもこれやっちゃったらアーカイブ残せなくなっちゃう。カメドンさん、アカウント60個作って60個登録しなきゃダメっすよ、今すぐに。いや、でも堅実な、堅実なあのチャンネルだから、うちのチャンネルは。いや、でもバズらせるには、でもアキラ 100% をやるぐらいの。じゃあそれ別チャンネルでやります、切り抜きみたいな。うん、チャンネル登録すぐ反映されないのかもよって。ああ、なるほど。いや、それはないです、それは。あ、ないか。いや、本当ありがとうございました。いえいえ、またまた、ここのこのお二人とお話できるとは思ってもみないんだ。おい、あ、あきままし、あ、ちょ、最後にちょっと将来のその、はい、なりたいあきちゃんママ像だけ言ってください。じゃあ、いや、なんか私は結構もう素でやってきちゃったので、うん、なんかそこの自分のアホに共感してくださって、うん、なんか誰かをこうちょっと薬とでも笑わせられたらいいなと思ってます。で、10万人行って、まあ最低10万人行って、で、なんなら月収300ぐらい取って、 YouTube で。そうですね。で、脱サラですね。うん、まあそう、まあ会社はちょっと辞めるかわかんないですけど、うん、あのその猫のあの病気、 FIP という病気治せる病院が今日本で8カ所しかないんですよ。うん、で、そことを連携したいと思っていて、うん、そこにあの寄付できたらなっていう。なるほど、なるほど。まあ、自分自身も、あの、まあ、成り上がりたいって気持ちもあります。うん。あきちゃん、頑張って、陰ながら応援してます。頑張ります。応援してます。はい、お二人とも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あきちゃん、協力。はい。また、チャットに戻ります。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。吉田さん、あきちゃんサービスしてくれましたよ。すごいですね、あきちゃんさん。うん、ちょっと俺がいじりすぎてちょっと怒っちゃったかもしれない。真面目に相談してるのに、ゆうこりんやれとか。高橋さんはちょっとハードル高いかもしれないですよね。いや、だから本当に100万取るっていうか、うん、ガッと伸びるにはインパクトだけだから、うん、で、そうですね、で、猫は猫で、うん、今はあの猫と雑談が混じっちゃってるじゃないですか。うん、そうですね。そう。だから、俺は真面目な答えすると、猫は猫で本当にゼロから、もう一気に真面目な動画しか作らない、うん、チャンネルもう一個作って、うん、今のチャンネルは、もうアキちゃんの独断。うん。めちゃくちゃアキちゃんが一番いいんじゃないかな。喧嘩あり、口論あり。そうですよね。高橋さんシステムですね。うん。やっぱりみんなと一緒だったら埋もれちゃうしね、多分。うん、みんなと違 う、ね、違うことやらないと。まあ俺もダメだけど。そうですよね。なんかすぐ伸びる人、まあ一線超えてるっていうか、当たり前のことじゃないですもんね。うん、もうちょっと奇抜なところを狙ってますもんね。狙ったり、うん、まあ動画でも丁寧だったりね、ガサガサ、同じガサガサでも伸びてるチャンネルあるから。あ、なるほど。うん、あるから、やっぱり、